今日の鉄鍋満腹道場は玉ねぎ丸ごとカレーです。淡路島に行った時に、サービスエリアで食べた玉ねぎが丸ごと乗っかったカレーを自分なりに再現してみようと思います。材料は淡路島産玉ねぎ、丸ごとスープで炊くようを4つ、で玉ねぎペーストを作ってカレーを煮込んでいこうと思ってます。で今日は玉ねぎ4個で、具としての玉ねぎ1つで、人参1本で、エリンギ2パック6本分ぐらいですね。で、豚ロース肉、とんかつ用の、太いやつを3枚で、生姜1かけ、にんにく1かけで、煮込むときに甘みを出す、煮込むというかカレーをルーを入れたときに甘みを出すためのリンゴ、後ですりおろします。で、あとトマトで、カレー粉で、煮込むときに使うローリエで、スパイス各種、コリアンダー、クミン、チリパウダー、ガラムマサラで、あとは塩コショウです。それでは作っていきます。はい、じゃあまずはダッチオーブンをプレヒートします。で、煙が立ってきたので油と、今日はバターを入れます。では、主役の玉ねぎを煮込んでいきます。丸ごとのままダッチオーブンに入れて、多分コンソメで煮てるんだと思いますので、その多分を信じてお水とコンソメで煮ていきます。あまり玉ねぎには濃い味がついてなかったような気がします。じゃあこれで蓋をして煮込んでいきます。はい、玉ねぎがすっかりちっちゃくなっちゃいました。こんな感じでいい飴色になったと思います。では炒め終わりましたので一旦鍋から出します。はい、じゃあ、玉ねぎを取り出した鍋にそのまんままた油を引いて、玉ねぎの旨味が残った鍋で炒めていきます。さっき言うのも忘れましたけど、唐辛子も入れます。で、クミンシードとニンニク、チョウガと唐辛子を炒めます。香りが出るまで炒めたらお肉を入れます。匂いが抜けます。はい、人参と玉ねぎ入れます。ここでちょっとお酒します。油が回りました。で、最後でリンゴを入れます。
して、よく炒めます。全体的に油が回るまでしっかりよく混ぜて炒めてください。はい、じゃあ全体的に、油が回ったのでお水を入れます。で、次にトマト、で強火にします。ひたひたになるまで入れたら、でさっき、取り出しておいた玉ねぎを入れます。あとはローリーを入れてブイヨン一つ入れます。で混ぜます。あとは蓋をして煮込んでいきます。はい、煮込んで30分ぐらいです。こんな感じで食材には火が通ってると思います。カレールーと、リンゴを入れて味付けしていきます。一旦火を止めます。ルーを入れてよく混ぜます。だいぶドロッとしてきました。カレーらしい感じになってきましたね。食材がそんなに火の通りにくいものが多いわけではないので、ちょっと早めにカレーのルーを入れましたが、もうちょっとこうすね肉とかああいう硬いお肉でするときはじっくり煮込んでください。はい、じゃあここに、リンゴのすったのを入れます。よく混ぜて火にかけていきます。でここから先はもうルーが入ったので焦げやすいですから、ゆっくり火を入れてください。これで甘みがプラスされました。弱火にしてコツコツ煮込んでいきます。で、味を見て好みでチリパウダーやコリアンダー、辛さを出すのにガラムマサラなど好きなものを入れてください。うちは結構辛いの好きなのでかなりチリパウダーを入れます。あと塩コショウで味を整えてください。はい、じゃあ玉ねぎも多分柔らかくなってます。2時間弱ぐらい煮込みました。こんな感じ、スーッと串が入ります。もういいと思います。じゃあこれでカレーもできたし、ちょっと盛り付けてみます。はい、丸ごと玉ねぎカレー完成です。お皿が決してちっちゃいわけじゃないです。玉ねぎがめっちゃでかいんです。もう持っただけで崩れそうなぐらい柔らかくなってます。ではいただきます。あ、ちなみにこの周りの茶色いのは淡路島産フライドオニオンです。玉ねぎ尽くし、いただきます。